シアヘリブルでしゅ。アシアヘマリサだぜ。なら苦痛実況パート8になりましゅ。前回ようやくサイコリ。オリバーを倒し、ラストで今を救出したのぜ。んなわけで、あとは脱出のみなのぜ。マリサさん、わざと言い間違いかけたでしょ。わざとじゃないのぜ。ガチで言い間違いかけたのぜ。ガチで間違えるのもやめてくれません。ガチな間違いは防ぎようがないのぜ。おお、ちゃんと上に行ってましゅよ。罠昇降機じゃなくてよかった。どんどん地上へ近づいていきましゅ。D033 の間の手。やめてくださいよ。これで奴が来たらいい加減しつこすぎでしゅよ。とりあえず矢印とは反対側から調べますね。なんか通路の雰囲気が序盤あたりに似てますね。エマを一人残して探索してた場所に近いかも。そうならあと少しだな。エーベルとエマが落ちた穴のところまで行って、そこでのインちゃんの触手で上に上げてもらったら解決。うへい？さすがに触手で上に運ばれるのは。あ、近くのシャッターが開きましたね。別の場所から回り込まないといけないみたい。お肉ちゃんの触手で運ばれたくないのか。嫌でしゅよ。さすがに気持ち悪いでしょ。気持ち悪い。のインちゃんに失礼だろ。むしろ喜んで運んでもらいたいとは思わんかね。マリサさん、まさかそういうあれが。あれ？いや、やっぱなんでもないでしゅ。お、やっぱり序盤に近い場所だったよここ。最初に通れなかったシャッターが開きました。どうやら落ちた穴から地上に上がるルートではないね。エンリちゃん、強化ガラスの破壊頼みましゅ。リグル戦、間違えた。オリバー戦で魔人化し、エマを救出するときも魔人化し、そしてここでも魔人化すると、これは奴に察知されてもおかしくないかもな。マリサさん、不吉なこと言わないでって。こんな短時間魔人化したくらいで居場所バレるわけないでしょ。しかも奴は昇降機で遥か下に落としてるんでしょ。そう簡単にここまで上がってこれないって。本当にそうか？奴は雲なんだから壁なんかすいすい登ってこれるだろ。上に登る前に色々障害物等で苦戦してるはず。エーベルたちが脱出するスピードの方が速いに決まってるよ。あの雲野郎はオートの兵隊さんに丸投げでいいんでしゅよ。あ、ここに通じてましたね。魔人ですら奴を倒せないのに、オートの兵隊くらいでどうにかなる相手ではないと思うがな。ちょ、ここでセーブ画面が。おやおや、これはフラグだな。まさかあいつ来るの？いい加減しつこすぎるんですけど。なんか赤いボタンのようなものが見えますぜ。これってまさか、奴から逃げながら押していくパターンでも待ち受けてます？制限時間のないただのパズルでありますように。上下左右に矢印が配置されてるな。一体どういう意味でしょうか？全部ボタン押したらここが開くのかな？あ、ウーフボタン発見。あら？普通に開いちゃった。この先には何が？ここは？このエリアのコントロールルームかな？けど、ここをどうにかすれば、出口までの扉をすべて開くことができる。できそうか？ここをなんとかすれば脱出成功だね。口を定位置に戻せ。厳重なロックがかかってるけど、なんとかなりそう。時間は？10分、20分あれば。そうか、わかった。ノイン、最後まで頼りっきりですまない。うん、気にしないで。10から20分か。その間にあいつ来そうな予感。勘弁してー。ねえ、エーベル君。どうした？あの人、本当に信じられる人なの？ノインのことか？うん。今まで会ったばかりだから信用できないかもしれないが、ノインは俺の予想を超えるほど信用できるぞ。全裸なのに痛いとこつくね。触手には触れない。そこは触れるな。うん。ノイン、どうかしたか？どうした？な？何かこちらにものすごいスピードで向かってきてる。センサーが何個も反応してる。来てるって、一体何が？やつだな。もしかして、まさか？いやいや、それはマジで嫌だ。いい加減もう聞き慣れただろ。何度聞いても怖いよ。ここ攻め込まれたらまずいよ。おい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 、嘘だろ。D033、あの化け物も起き上がったのか。あと、もう少しで外に出られるというのに。ノイン、この状況で最悪のケースを聞きたい。シャッターを開ける前に D033 がここに侵入して、機械を破壊されること。それと、私たちが全滅。それが最悪のケース。なら、最善では？エンリちゃん守ってー。それは。なるほど。わかった。俺がやろう。エーベル、待って、やめて。そこはエンリちゃんじゃないの。まさかの死亡フラグ？エーベル君、一体何をするつもりなの？ノインが考えている最善手を打つつもりだ。だから、その最善手の内容って何？奴を引きつけるんだよ。要はおとりが一人いるってことだ。エンリ。ノインとエマを頼むぞ。エンリちゃんの出番な気が。ノイン。エーベル無理しすぎてないか？俺がたっぷり時間を稼いでやる。その代わりすべてのドアの解除を頼むぞ。エマ。二人の足を引っ張るなよ。それじゃ、時間がねえ、行ってくる。エーベル君考え直して。気持ちはありがたい。だがエンリは万が一のために二人を守ってくれ。それとエンリは右腕を吹き飛ばされて肋骨を折られてんだ。治ってるとはいえ、これ以上は無理させられない。怪我は大丈夫だって。
大丈夫だ。おとり役はエンリちゃんが最適だよな。すまん。エンリ、あとは頼むぞ。ちょっと、行っちゃったよ。エーベルの、バカ。死んだら許さないから。そこは全力で止めるべきだったでしょ。エンリちゃんなら瞬間移動できるし、引き付け役にぴったりでしょ。うわーんってみよう。うるせえ、何に隠し返してんだよ。同じ叫び声で対抗すんな。え、同じだなんて。いい加減お前の顔もみ飽きたぜ。恋色化け物、俺が相手だ。エーベルくんこれからどうすんの？これで仲間の助けが借りられなくなった。さて、これでもう待ったなしだ。あとは、ドア解除まで耐えるだけ。逃げられるの？はは。自分で決めて勝手に行動したのに。俺、なんでこんなおとり役してんだろうな。ほんと、バカだな、俺は。今度は何？ B の侵入を確認しました。エリア A1 すべてのシャッターをロックします。完全封鎖されるよ。本当にノインちゃんが解除するまで耐えられるんでしょうか。神様でも、仏様でも、女神様でも構わねえ。気分が向いたらでいい。全員、生きてここを脱出させてくれ。逃走前のセーブ来ました。ここから勝負だよ。時間経過するまでこいつから逃げろだってさ。敵 AI の動きがいやらしかったらやばいよこれ。逃走開始しました。あ、やばい。常に一定速度で、まさかこの声ずっと聞かされるの。結局最後までこの叫び声を聞くことになるんだな。あれ？なんかこいつ、動き単純だったりする？全然こっち来ないけど、立ち止まったらあいつも立ち止まりましゅ。めちゃくちゃ単純な頭してんな。早速余裕で煽りぐる。これ、簡単に時間経過できるよ。叫び声だけ一丁前なんですか？動きさえわかればもう怖くないんだな。簡単でよかった、あら？は？は？こいつ、移動速度が前の時よりも遅いな。それに頭も悪い。このペースなら楽勝だな。ま、さすがのあの化け物も、エンリの一撃とプレストラッカーを食らってるわけだ。無傷ってわけでもなさそうだな。おは？いちいちリスクにさせないでよ。慣れたんじゃなかったのかよ。さて、休憩は終わりか？とっとと来いよ、化け物。俺を捕まえてみろ。エーベルくんも煽り出しましたね。また時間経過まで耐えるようでしゅ。わざわざ休憩挟むあたり怪しいな。行動パターン変わる可能性あるぜ。なんかさっきよくわからない動きしたような。予想通り少し行動変わってるな。最初はこちらが立ち止まったらあいつも立ち止まったけど、今回は一箇所に止まらなくなりましたね。若干動きにフェイントかかってる感じがしますが、割と正確に追いかけては来てるみたいだな。まあでも落ち着けば案外逃げられそうな感じでしゅね。めちゃくちゃ速いわけではないし、一定間隔で速い動きしてすぐにまた戻りますね。ずっとこの繰り返しなのかな。このまま動き変わらないなら今回も楽勝かも。てか叫び声はマジやめてほしいでしゅね。うるさくてうるさくて精神にきまっしゅ。この叫び声たまらんぜ。なんでそんなに聞けるんですか。てか、結構長くない？いつまで逃げ回ったらいいの？そりゃ10から20分。え、リアルにそんなに逃げ回るの？それは絶対長すぎましゅって。あの超有能お肉ちゃんがそう言ってるのぜ。確かに言ってましたけど、10分以上ガチでうろうろするわけじゃ。は？は？クソが、いきなり速くなりやがって。お願いこの演出やめてー。さすがだな、もう何度これを見たことか。で、次はどんな動きしてくるんでしょう。いきなりいやらしい動きしだすのはやめてね。ついにリブルが B033 に食われる時が来るか。そういう期待しないでくださいよマリサさん。あれ、やっぱ動き単純。この感じだったらまた余裕じゃん。あれ、急にどこか行ったぜ。え、ちょ待って、あいつ今どこにいるの？どこから来てるかわかんないんだけど。めっちゃ動き速くなっててくさ。うわーん、初めてこいつに食われた。ここまでこいつに捕まったことなかったのに。それにしてもあんな恐ろしい差し絵表示されるとは。あの差し絵、エンリちゃんが助けに来る直前も表示されなかったか？そうでしたっけ。はぁ、ここからだよ。ここまで戻るの結構時間かかるんですけど。頑張れリブル、行動パターンさえつかめばどうってことないはずだぜ。どうってことないことはないでしょ。ここからでしゅよ。どう動けばいいと思いますかねマリサさん。それはわからないのぜ。うわーん、奴がどこへ。ご愁傷様だぜ。こいつが叫んだ後だよ。ここからあいつがどう行動してるのか。なんか外周を高速でぐるりって回ってる感じはするよな。あ、ほんとだ。まさかこれ、真ん中にいればいいだけ。そろそろ来るかな。あ、いつもの動きに戻った。立ち止まると向こうも同じ動きする。どこか行ったら真ん中に退避。これはパターン見切ったか。やっぱそういうことだよね。はぁ、はぁ、さすがに疲れてきた。ノイン、まだなのか。エーベル、エーベル、
お、ノイン、ノニク、いや、なんで本体が俺のところに。その話は後。レーベル、よく聞いて。今、すべてのドアロックの解除が終わったよ。やるな、ノイン。でも、最後の仕掛けが残ってるの。それは一体なんだ。レーベルがいる場所に存在する9つのボタンを手動で。うわぁ、これもしかして、ボタン全部押すやつ。全部押したらようやく全解除っぽいな。目的がハテナになってますけど、やることはわかりました。急いで押さないと。あん、前から来たよー。奴の行動パターンはどうなってるかな。それがわかんないとね、安易に押しに行かない方がいいかも。動き自体は最初と同じでしょうか。同じであれば適当にボタン押しに行きますよ。あ、これは外周ぐるりぐるり、前のパターンと同じでしょうかね。もしかしたら真ん中にも来るかもな。それはさすがに勘弁でしゅよ。どんどん押していきましょう。来ないで来ないで。少し危なかったな。ずっとダッシュしてるわけじゃなくてよかった。残りはどこ？あ、真ん中。最終の8つを押したら真ん中って流れか。は？は？レベル、無事。言ってるよ。それよりもイン、全部スイッチ踏んだぞ。うん、確認した。それじゃ、行くよ、レベル。これでようやく脱出可能に。最終的にこいつはどうすんだろうな。レベル、出口までの扉は全て開いたよ。早く出口に。マジで叫びすぎでしょ。何回これ見たんだろう。やっと慣れたか。ここを脱出するのは大賛成だが、この化け物どうするんだ。奴を外に出したらオートで被害が出るぞ。何か方法はないのか。ごめん、ない、かも。打つ手なしか。でも、ここで死ぬくらいなら逃げた方が。さて、どうする。ここで何も考えず脱出すればこの化け物も一緒に外に出すことになる。つうか、この化け物はどうして今までこの建物の中に留まっていたんだ。何か理由でもあるのか。それとも、オリバーが外に出さないよう感じしていたからか。だが現状、ノインはオペラブ状態。エンリも奴相手には倒すことは可能。なら、奴を下に叩き落とす。いや、それでまた奴は登ってくる。そもそも、奴を下に叩き落とすだけでも手間な上に、ハイリスクだ。他に、何かでは。この間よく待ってくれますね。マジで、打つ手なしか。レベル、早く。もうわかったって。おそらく交差点出るな。ハーレム仕上がってる。ちゃんと、俺にもハーレムさせろ。エンリ、ノイン、エマ、出口まで走れ。レーベル君遅いって。一番先に逃げないといけないでしょ君は。レーベルにもプライドがあるのぜ。あ、エンリちゃんが最高峰に着いた。これが一番安全でしょ。立ち止まった。だから何回叫ぶんですかね。これでこの後の続編やってもビビらないかもな。それは嫌ですね、さすがに。エンリ、早く。ここってあそこじゃん。おい、エンリ。ガスがたくさんだぜ。そんなところにスイッチがあったのか。だが、これで時間が稼げる。エンリ、今のうちに逃げるぞ。これは爆破でしゅね。D015 と同じ倒し方。手伝ってほしい。ああ、いや、何か考えがあるんだな。わかった。エンリ、時間がない。何をしたらいいか教えてくれ。ガスを全部シャッターの前に仕掛けるんでしゅね。了解だ。こんなスイングガスがたくさんあったとは。なるほど。このガスをシャッターの前に置けばいいんだな。よし、行くぞ。ぴったり。く、おも。よし、せーの。レーベルにちゃんと合わせるエンリちゃんなのぜ。よし、次。動きがフルシンクロしてます。ラストだ。シャッターぶち破られる前に早く。これで OK。は？は？よし、置いたぞ。エンリ、これをどうするんだ。このまま外に出る？よくわからんが、わかった。ここから出よう。シャッターを破られた瞬間に斧投げるんですよね。さあこれでスタバルかどうかだぜ。エンリちゃんの斧くらい上がれ。直撃だね。完璧に決めるあたり、さすが魔人の身体能力だぜ。よく考えたら斧だから重いよね絶対。さすが怪力でしゅ。あ、すごくかっこいい。素晴らしいカットインだな。これで息の根が止まることを祈りましゅ。ちょっと遅れて爆発する感じ？ D015 はたった一つのガスタンクで倒せたんだ。今回はその8倍の威力だぜ。なるほど、さすがに倒せるよね。地上歴抜年、抜月抜日、午前7時。その日、オートの朝空に黒煙が昇った。大爆発でしゅ。数回に及ぶ爆発は、俺たちが脱出した入り口を破壊し、出入りができない状態となった。同時に、その周辺では、巨大雲の討伐に当たっていた王国の騎士団が存在しており、空に立ち上る黒煙を目撃し、その建物に急行することになった。そして、急行した騎士団は、一時この建物を包囲したが、オートの上層部の圧力により、誰も建物の内部に入ることを許されなかったらしい。後に、スラム街、オートで起きた巨大雲出没事件は、オート在中の複数の貴族たちが容疑者として公になった。当然これは、庶民を納得させるためのオート上層部による工作である。
また、この事件の首謀者である、オリバー・ジー・ロベリア。奴の名は世間に出ることはなく、噂さえされることはなかったという。そして、黒煙が昇り始めて数時間が経過。俺たちは誰にも目撃されることなく無人の市街地を抜け、避難所までたどり着くことに成功した。もちろん、ノインの衣服は調達済みだ。当然ながら、オートの上層部連中はこの真実を知る者がいれば抹消したいはず。だから、俺たちの命が狙われる、そう思っていたのだが。どうやら、ノインが D0 方法の停止と同時に、俺たちが映っている記録映像をすべて削除し、また、監視カメラの起動もすべて止めていたという。結果、俺は、事件の騒動が収まると同時に、日常へと戻ることができた。オートの街は、騎士団の力により無傷だったため、そこまで人々は混乱はしていなかったが、スラム街の方では甚大な被害が出ていると、後に知らされた。とはいえ、あの奈落のような深い悪意から、生き延びて出られただけでも奇跡だと思う。だが、奴らロベリアは、俺の知らないところで健在している。ロベリアからしてみれば、今回の騒動で幹部の一人を失った程度だろう。つまり、オリバーと同等の幹部が、ロベリア内にまだ多く存在している。ついでに言うと、魔人を作るという実験も終わっていないのだろう。となると、またどこかで多くの人間が悪意によって犠牲になるのだろう。と。だから、俺は思った。奴らの悪意は、そこがない。と。うへい？これだけヤバい事件になったのに、オートの上層部がもみ消しちゃうなんて。ロベリアは完全にオートと組んでるな。あ、これはまさかスタッフロール？そうっぽいな。いやー、この画面見るまで長かったー。でもあれだろ、エマルートなんだろ。後日談がまだ残ってそうだな。あ、そうでしたね。じゃあそれを見たら終了と。え、まだエンディング回収残ってるだろ。そうだった。あと残り7つだっけ。今までのセーブデータ駆使して回収するのぜ。ここからは撮影よりも回収時間の方が長くなりそうでしゅね。てか、ノインちゃんの手際の良さには本当驚きでしゅね。都合の悪い部分はとっくに対処済みだったなんて。監視カメラ停止してなかったらエーベル狙われてたな。出会ってから最後までとんでもなく優秀だったのぜ。あ、この画面、ちゃんとボタン押さないと進まないっぽいでしゅ。ずっと何もせず待ってるところでした。あややそうだったか。いやー、ロベリアはあまりにも強大なようでしゅね。これ、奈落3でどうするんだろうな。打倒ロベリアまで途方もない時間がかかりそうだが。あの血まみれ施設ってまだまだたくさんあるんでしょ？氷山の一角を潰したくらいだよねこれって。全部潰すのって現状じゃ無理じゃね？あ、後日談のようでしゅ。見ていきましょう。おや、エーベル君。で？呼び出されたわけですが、これは何の集まりですかね？エーベルー、やっと来たー。あらま、ノインちゃん。人間のお姿に。何これ、女子会、魔人会。いや、これ合コンだな。俺、合コン経験ないんで帰っていいですか？ダメ。昨日の騒動で今日は休校になったから、帰って勉強を。ダメ。昨日の、疲れが。ダメ、ダメ。すまないが、財布忘れて。それは嘘。ちなみにそうだとしても、縁起がおごってくれるってさ。嘘は通じないぜ。すべての人は生来等しく自由かつ独立しており、一定の生来の、奪うこともできない権利を有する。すなわち、財産を所得所有し、幸福と安寧と。魔人からは逃げられない。縮小。おとなしく話を聞いていきましょう。とりあえず座って。はいはい。と。セーター姿に合ってますな。で、こんな大衆食堂なんかに呼び出して、何か俺に話があるのか？いや、大体想像はつくが、ロベリア関係だろ。それもある。それも、というと、察するに今のことだな。何かあったのか？エーベルは今のあの子のこと、どこまで知ってる？昨日の時点では、あそこから脱出して避難所に到着した後、ぶっ倒れた。そこまでは知っている。そして、そのまま貴族の病院に運ばれた。って聞いたが、その後は知らん。とりあえず昨日のこと教えるね。おう？あの子ね。D038、性能特化型の魔人細胞を投与されてたの。よ？やっぱ D ウイルス仕込まれてたよ。オリバーのやつなかなか悪質だな。ちょっと待て。なんだそりゃ。つうか、それまずくないか？安心して。脱出したその日の夜、つまり昨日の夜なんだけど、エンリと協力して、貴族病院に忍び込み、あの子に会ってるの。それで、あの子の体内にある魔人細胞を私が全部取り除いたから。そう。そうか、そうや。よかった。もしもそのまま放っておいたらどうなっていた？あの子も D になってた。マジか。ノインちゃん行動早すぎー。超優秀。そうだな。オリバーの悪意は本当に嫌になるな。それで、ロベリアの方はどうなんだ？あと、俺たちが脱出した例の場所は今どうなってる？ロベリアに動きがあるのは確かだけど、詳しいところまではわからない。けど、オートの上層部の人たち側は正しく動いていたのは確認した。それから、私たちが脱出した建物なんだけど、あの辺りは立ち入り禁止区域になってるから、誰も近寄れない状態だよ。なるほど。今更だが、この国とロベリアって、やっぱりグルなのか？間違いないと思うよ。だよな。でも、オリバーは私を浮上させて王国を滅ぼそうとしたから、ロベリア自体はもうこの王国を見限ってると思う。憶測だけど。確かに、その可能性は高いな。それで、俺たちがしなければならないことって、何かあるか？
特にないよ。面倒ごとになりそうな証拠は私が処理しておいたから。だから、国に追われるってことはないと思うよ。それはよかった。実はちょっと気にしてたんだよな。それ。次回作の主人公でいいんじゃ？となると、俺は今まで通り日常に戻っても何も問題ない。ということだな。レベルは、ね。ふむ。確かによく考えれば、ノインは住む場所がないな。それで、エンリは？エンリちゃんは確かスラム街に住む場所あったよね。うん、スラム街。エンリが今までいた場所はスラム街だったんだけど、今は雲がスラム街を占拠してるから、近寄れないんだって。そうなのね。ついでに言うと、地下通路も肉壁で埋まってるらしく。通れないってさ。D014 か？そりゃ、参ったな。話によると、今は王国の騎士団が駆除に出向いてるらしいけど、駆除完了までどのくらいかかるかは未定だってさ。ここは、王都は大丈夫なのか？大丈夫だよ、かなりの数の兵が動員されてるらしいから。なるほど。そういえば、長官でもそんな記事見たな。今日はあまり見る余裕なかったが。で、話を戻すが。ノイン、どこかに住む当てはあるのか？そのことなんだけど、実は、いいアイディアがあるんだー。天才ノインちゃんのアイディア楽しみだな。それって、なんだ？ふっくっく。あれ？嫌な予感がする。え？嫌な予感？どういうことだろうな。これからノインちゃんの住むところとは？オートの路地裏？ノインちゃんの住処がある場所か？なんだと？え？なんかやばい場所だったりする？ネオンスペシャルファーマシー？いや、ネオンでノインと読む感じか？ファーマシーって？薬局。薬屋さん。ノイン、スペシャル、ファーマシー？ノイン特別薬局だよ。ここでお店を開けば懐事情も解決だね。ノインちゃんお薬屋さん開いたの？ノインちゃんの薬使ってみたいな。一応聞くが、この場所、どうやって手に入れた？ここ、空き家だったから。不法占拠。ダメじゃん。で、販売許可の申請は？薬剤師の免許は？販売する薬の詳細は？薬剤師の免許は持ってない、販売許可はもちろん取ってない。薬は私の細胞を組み込んだ超強力で、かつ超安全で超がつくほどの抗体が手に入る。さて、俺は何も見ていない、知らない。帰ろう。ノインちゃんの薬なら安心安全だな。でも許可が。どけ？俺はまだ捕まりたくない。大丈夫、大丈夫。逃げられませんね。ノイン、頼む、解いてくれ、共犯だけは。エンリ。ぬお。エンリ、裏切ったな。これはもう逃走不可。頼む、話してくれ。なんてパワーだ、びくともしねえ。相変わらずの怪力。ふっくっく。さあ、エーベル。中に入ろうか。エンリ、ノイン。後で覚えてろ。さあ、肝心の薬局の中はどんな感じでしょうかね。ノインちゃんの薬局。え、この表情ってことは。まさか何かしら問題があるのか？空っぽじゃん。何一つ置かれてないな。看板だけでした。実は昨日今日で忙しくて、何も用意ができてないんだけどね。これだけ引っ張っておいて、このお使い。身構えて損したわ。これからの改装に期待。資格取得、申請も一緒にな。それでは、いらっしゃいませ。なんて、ね、ふふ。のんきだな。やってることもやろうとしてることも違法なのに。まあ、だが、とりあえずはここが拠点になるのか？うん、そうなると思う。場所も悪くないし、活動拠点としても問題ないと思う。騎士団に抑えられないよう気をつけろよ。そこは任せて。心配だが、まあ、何かあれば相談しに来い。力になれるかどうかわからんが。さて、次はエンリだな。うん、エンリは大丈夫だって。ふむ。そういえば、エンリのこと何も知らないな。いろいろ家計のこととか聞いてみるか？いや、それはさすがに失礼か？さて、どうしようか。ノインちゃんの薬局、しっかり運営されれば行ってみたいでしゅね。万能細胞でどんな病気でも治してくれそうだぜ。あ、薬局内動けるね。お、メニュー画面がエンリちゃん。一応従業員ってことなのでしょうか？不法占拠、資格の問題、申請の問題等が解決すれば超人気薬局になりそうな予感。話しかけてみましょう。エンリ。いろいろと聞きたいことはあるが、今はいいか。俺が相手の考えてることを読めるのは、質問した後でないと読みづらいからな。特にエンリの場合は声を発さないから、目線、表情、動き、呼吸などの資格の情報だけで判断しないといけない。意外と難しいんだよな。俺がエスパーで、テレパシー的な能力があれば楽なんだけどな。じゃあ先にノインちゃんから聞く感じ？もう一度話しかけても同じでしゅね。なあ、ノイン。なに？一応聞くが、物を揃える予算はどこから来るんだ？エンリからお金借りちゃった。エンリって、そんなに金持ってるのか？みたいだよ。エンリちゃん貴族だったよね。エンリの経済力ってどうなってんだ？ルーブル家はなかなかお金持ちだな。
しかしお金ってどこから持ってきてるんだ？エンリちゃん個人がそこまでお金持ってるのかな？確かに、まだ年齢的に両親がお金管理してそうだよね。何気に夜な夜な実家に忍び込んでお金拝借してるとか？さすがにバレない。おまけイラストは D033 とエンリちゃんの対峙でしゅね。他のアイテムも調べてみようぜ。もしかしたらテキスト変わってるかもしれないな。今のやつ、入院してるんだよな。テキスト変わってましゅね。なんかこのカードキー、持って帰っちゃったけど。まあ、別にいいか。まさか全部変わってる？全部見ようぜ。これ、もういらないだろ。不燃ゴミの日に捨てよう。プレス機を回避したチップでしゅね。これ、触れた感じ、普通の鉄なんだよな。けど、なんか赤黒い煙が出てるけど。何度もこれには助けられました。もうこれ、いらんだろ。序盤しか使ってなかったような。エンリから聞いたが、このナタはもともとオリバーのらしいな。けど、エンリはこのナタをオリバーに返品したようだし、俺がもらっても問題ないな。このナタ、傷一つついていないな。しかもこのナタの歯はよく見れば、鉄じゃない。一体何の金属を使っているんだ？傷一つないだって？どんな素材なの？このノインの肉には本当に助けられたな。まだノインちゃんの本体持ってたんだな。本体はやっぱりうにょうにょした肉のままなんだね。ということは、エーベルが大事に肉を持ってる限り、ノインちゃんに呼ばれた時は逆らえないと。逆らったらおそらく最高リバーのように体中細胞でがんじがらめにされ、集まりに強制連行されるんだろうな。それはそれでなかなか大変そうでしゅね。完全に普通の日常には戻れないかも。あれ、エーベル帰るの？ああ、今の様子を見に病院に行こうかと。そうだね。あの子だいぶ精神的にも辛そうだったから、行った方がいいかもね。そんなにひどかったのか？内側はね。そうか。内側？エンリもそう感じたのか。体内侵食されまくってたっぽい。ふえ？俺が言って今を励ませだって？まあ、エンリがそこまで言うなら、言って、なんとかしてやるか。できる範囲でなんとかしてくる。エンリ。エンリは本当に優しいな。仏でしゅね。だな。よし、それじゃ、行ってくる。気をつけて。行ってらっしゃい。かな？さて、エマが入院している病院へ行くか。確か貴族病院だったよな。あれ？貴族病院？あそこの病院、庶民通してくれるのか？貴族領地内は金さえ払えば、ある程度の場所は行けるが、病院の面会は、どうなんだ？貴族専用の病院とかあるんだ。庶民に比べていろんな優遇がありそうだな。庶民との面会禁止だったら罪だね。貴族の中でもエマは大貴族だしな。さて、ようやく着いたな。ここが貴族病院か。しかし、庶民の病院と違って木造じゃないんだな。つうか、広い上に豪華すぎる。それより、エマはどこにいるんだ？受付の人に聞いてみるか。まあ、無駄だとは思うが。受付行く前に NPC に話しかけましゅ。お客様、困ります。君の対応は実に良い、気配りもできて、容姿も素晴らしい。うむ、決めたぞ、君を我が専属看護師として雇う。身勝手な。こんな患者さんいたら困るね。貴族だから何でもできるってか？すみませんが、こちらの病室にいる方が誰も通すなとおっしゃられていますので。ここにいる患者は全て貴族だからな。そういう人もいるんだろう。病室独占。おっと、まずは受付に行かないとな。帽子かぶった人に声かけてみまし。昨日は何やら騒動があったようじゃな。一体何が起きたんじゃろうか。あれだけ大きな騒動だったのに知らないのかよ。のんきなことだぜ。勝手に入るのはやめておこう。こんなもんかな。受付侵入できるか。無断で入るのはやめておこう。では受付に声かけますかね。いらっしゃいませ。何かご用件でしょうか。お見舞いに来たのですが。失礼ですが、あなたのお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？エーベル、と言います。エーベル様ですね、少々お待ちください。庶民だから無理って言われそうな予感。申し訳ありません。あなた、貴族の方ではありませんね？はい、庶民です。申し訳ありませんが、貴族の人以外での面会はご遠慮しております。トラブルの原因になりますので。まあ、庶民相手にはこういう対応になるわな。出口は真後ろになりますので、間違えないようにお願いします。庶民相手とはいえこの受付の人、めっちゃ見下してるし。まあ分かってはいたが、無理なら無理で諦めるか。ダメでしたね。うん？あ、ちょうどエマが。あれ、エーベル、くん？大貴族の権限で面会を OK にしたというわけだな。ふう、やっとここまで来れたな。つうか、お前、ちゃんと寝てろよ。だって、暇だったんだもん。まあ、おかげでここまで来ることができたんだがな。そもそも、エーベルくんってバカなの？ここ、貴族病院なんだから、庶民が簡単に入れるわけないじゃん。おっしゃる通りで。運よく会えてよかったでしゅね。来てくれて、ありがとう。え、なんて？お？今の、聞こえたの？聞こえなかったが、表情でバレバレだ。エーベル君、最低。なんとでも言え。ところで容態はどうだ？
昨日まですごく苦しかったけど、今はもう、平気。なんともない。医者の先生はお手上げ状態だったから、奇跡だって言ってた。そうか。それで、今はお前一人か？家族の人たちは？朝、来てくれたよ。けど、昼前には帰ったよ。来たのは両親か？うん？来たのはお母さんだけ。なるほど。エイベル君、エンリちゃんと、あの全裸の子。あの二人に、ありがとうって、伝えてくれる？わかった、伝えとく。ちなみに全裸の奴はノインってなだ、覚えといてやれ。うん。正直入院してるよりもノインちゃんに頼った方がすぐ治る説。エイベル君。どうした？約束、覚えてるよね？一応な。そう？よかった。退院後デートか？まあ、なんだ。あの騒動の後だ。貴族は貴族でいろいろとごたついてんじゃねえのか？うん、そうみたい。お父さんも、なんかピリピリしてるって、お母さんが言ってた。その様子なら、お前もうすうす気がついてるんだろ？今回の騒動に貴族も関わってることが。貴族モグルですか？エイベル君、実はね。うん？私たち、ホワイト家は、この件に大きく関わってるみたいなの。マジ？うん。主に、資金面での支援をしてたみたいなの。それ、どうやって調べた？調べたんじゃなくて、今までの思い当たる節をいろいろと整理しただけ。けど、可能性は高いと思う。ホワイト家ブラックだった。だとすると、どうするかねえ。まさか、この件にホワイト家も関わってるとは。いよいよ、オートの未来も真っ黒だな。ちなみに聞くが、この件にどのくらいの貴族が関わっているのか知っているか？ごめん、わからない。そうか。政府も大貴族もロベリアに関わっている。恐ろしいでしゅ。ねえ、エーベル君。なんだ？私、いろいろと考えたんだけど、今の私たちが同行できる問題じゃないよね。それもそうだな。ロベリアのことも含めて、俺たちが立ち向かえる相手じゃない。オリバー一人であの様だ。オートの闇は俺たちが思っている以上に深く、悪意で満ちているんだろ。いや、違うな。ロベリアの悪意にオートが飲まれているというのが正しいのかもしれん。サイボーグまだまだいそうだな。とはいえ、ノイン曰く、オートはもうロベリアに見限られているらしい。それって、どういうこと？説明は省くが、しばらくの間はロベリアもオートでは活動しないってことじゃないのか？まあ、詳しく知りたいのなら、今度、ノインに聞いてくれ。うん、わかった。ねえ。どうした？しばらくの間、大丈夫なら、私たちが学校に通っている間は、もう何も起きないよね。それはわからん。まあ、だが、今回のような騒動はないと思うが。それなら、私が、学校を卒業して、それで、私がホワイト家の後継ぎになって、それで、私が、エマが？私が、このオートをどうにか、できないかな？あれ？なんか性格が、ホワイトに？え？あれ？お前そんなキャラだっけ？な、何よ。私だって、今回の件でいろいろと痛感しただけよ。本当に、いろいろと。目の前で友達が死んだ。目の前にいた友達を見捨てた。そして、私は現実から目を背けて、何事もなかったかのようにまた学校に行った。けど、また同じようなことが起きて、人が死んだ。それだけじゃない。このオートの闇を目の当たりにした。私たちが普段歩いているオートの真下に、数え切れない死体があった。だから、思ったの。いつまでも子供のままでいていいのかって。また、見て見ぬふりをして、平気なふりして、オートを歩いていいのかって。これがかつて人の陰口言いまくってた人。もちろん、今の私だと何もできないし、どうすることもできないと思う。けど、本当にこのまま何もしなくていいのかって。今回の件で心が真っ白に？なあ、エマ。な、何？お前、少し休め、疲れてるようだな。魔人細胞だったか？それのせいでいつもの腹黒の部分が消えているようだ。もっと言えば、今のお前は俺の知らないエマだ。正直に言って怖い。寒気がする。エーベル君、私、真面目に話してるんだけど、というより殴るよ。いや、だって、こんな今見たことねえし。真っ白すぎて鳥肌が立ったわ。レディに対して何よその言い方。何がレディだよ、寝言は寝てえ。へえ、貴族である私にそんな暴言吐くんだ。その顔だぜ。これは、侮辱罪として訴えてあげるね。訴えてどうす。って、お前、何考えてやがる。さすがエーベル君、私の考えを見抜いたみたいだね。そう、訴えるというのは脅し。本命は、エーベル君を利用すること。利用、だと、おい、まさか。エーベル君は人の嘘を看破できるんでしょ？私がホワイト家の後継ぎになったら、エーベル君をそばにつける以外の選択肢はなさそうだね。断る、拒否権を行使する。それはどうかな？何が言いたい？私は実ホワイト家の当主よ。庶民がホワイト家の命令に従えないというのなら、金に物を言わせた方法で無理やりにでも従わせちゃうぞ。金？やり方が、汚い、己貴族。ふふ。金、暴力。ねえ、エーベル君、力を貸してくれない？今の私は何の力を持たないただの貴族の娘。だから、エーベル君の力が必要になる。最終目的は？
私が全ての貴族を支配して王都の闇を取り除くこと。むちゃくちゃだな。何もしないよりマシでしょ。まあな。それで、エーベル君。うん。私との約束なんだけど、目的を果たすその時まで、取っておいてね。それは強制ですか？もちろん。仕方ねえな。だが、その前にやることは山積みだ。俺たちは何の力も持っていない。連中は俺たちが思っている以上に手強いし、悪意に満ちている。それでも、戦うつもりか？もちろんだよ。そうか。なら、俺も、最後まで戦ってやるよ。ありがとう、エーベル君。あの超腹黒エマが、最終的に王都の闇を取り除くとか言ってるよ。あ、エンド4到達。エマルートだったな。今回の件で彼女の心がある程度ホワイトニングされたようだぜ。しかしエマ自身がホワイトになっても、家自体はブラックだというね。ロベリアとズブズブの関係なんだろうな。非常に強大な闇ですね。ホワイト系外にもいろんな大貴族掌握してそう。次回作で壊滅に持っていけるほど甘くなさそうな組織。とりあえずクリアお疲れさんだぜリグル。ここまで超長かった。これからはエンディング回収ですね。残りのエンディングをパッと出すとこんな感じだな。ひえ、たくさんだね。とりあえず回収しやすいルートは、エマ、エンリルートかな。同梱のテキストファイルにエマエンリルートだけ入り方が書かれていなかったが、おそらく序盤エマに何度も話しかけることと、エマをクモの巣から救出した後の選択肢で2番目を選ぶことが条件だと思うぜ。それならクモの巣でエマを助ける直前のデータから始めればいいってことだね。てか、ハテナって誰ルートなんだろう。さあ、それはまだ知らんな。エマ、エンリ、ノインのルート条件を満たさないでいるとハテナに行くみたいだぜ。なるほど。とりあえず次回はエマエンリルートにしますね。あと、一番最後は新エンドがいいかな。最後はそれでいいだろうな。というわけで次回からはエンディング回収になりまっしゅ。各ルートごとにもしかしたら個別イベントとかあるかもしれませんが、結構盛大に見落とすことが多いので、その時は申し訳ないでしゅ。以上で今回の実況は終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれてありがとねー。荒ぶってるな。しかし、さすが強化ガラスだな。なんともないぜ。ねえ、エーベル君、こっち行き止まりなんだけど。あ、あれ？道間違えたか？すまん、戻ろう。もしかしてエーベル君って方向音痴？認めたくはないが、そうらしい。なんだか不安になってきたんだけど、本当に大丈夫？道に迷うというのは、悪いことではない。様々な場所をその目で確認し、覚え、記憶する。人というのは何度も間違えて成長するものだ。結論を言おう、俺は悪くな。ごめんなさいわ。すみません。次からは気をつけます。もう？どうした？ね。いや、エーベル君ってさ、将来お嫁さんできたら尻に敷かれそうなタイプだね。エーベル君。どうした？私たち、これからどうなっちゃうのかな？わからん。みんな、死んじゃうって、本当なのかな？エーベル君、私、すごく怖いよ。エマ、悪いんだが、ナチュラルに抱きつくのやめてくれ。俺の理性が、マジで死ぬ。おい、エマ、俺の話聞いてる？嫌なら、私を突き放せば？ありがとう、エーベル君。もう、いいか？うん。エンリも待たせてる、行こう。これは、切断された大物ライフルか？うん、そうだよ。ああ、でも、あんまり触らない方がいいかも。どうしてだ？大丈夫だとは思うけど、壊したわけだし、中の弾丸が暴発しないとは限らないから。とりあえず、触るのはやめておこうか。何？この球体？ D044 であって、無限生産中型の魔人、無限に再生するんたらかんたらほにゃらら。ごめん、何言ってるのかわからない。ようやくここまで戻ってこれたか。長かったね。だが、出るまでは油断しない方がいいだろう。あれ？ここ閉まってる？つうか、開かねえ。多分だけど、オリバーの仕業だと思うよ。ち、面倒な。閉まってる、ここは開いていたはずだ。
私たちが仮想にいる時にオリバーが閉じたんだと思う。ち、またオリバーの仕業か。エーベル、他の出口を探すよ。わかった。閉まってるな。オリバーの仕業か？間違いないと思う。鬱陶しい野郎だ。